はい、ごちそうさまでございました。今日は生卵10個にカルピスソーダ、弾けるオレゴー、オレンジマンゴーを混ぜて飲んでみました。見た目が爽やかで夏っぽくて明るくていいですね。商品が買ってもらえるかどうかって多分デザインもねすごい重要な要因ですよね。人は見た目が9割っていう言葉もありますし、商品やジュース等々も見た目が6割ぐらいはあるんじゃないかなと思います。で、味はですね、カルピスって書いてありますけれども、カルピス感は正直あんまりなくて、弱い炭酸のマンゴーオレンジジュースっていう感覚です。炭酸自体はそんなに強いと思わなかったです。で、オレンジとマンゴーの美味しい味わいがあって非常にエレガントなジュースとなっております。生卵10個との相性はグーでして、生卵が非常に飲みやすくなっておりますので、皆さんもぜひ試してみてください。アップルの方でですね、 VR デバイス、 AR デバイスですかね、 VR ゴーグルみたいなものが50万円弱で発売されたみたいですね。まあ、50万円弱って言ったらですね、まあ、僕の預貯金を超えてますので、まあ、当然購入できないんですが、早くメタバースの世界が来てほしいですよね。まあ基本的に僕はポジティブで喋り方は陰キャなんですけれども、ネアカーではあるんですよね。だから明るい性格というか、心の中では明るい性格なわけですよ。なんですけれども、正直現実世界とか物理世界にはもう何の希望もないというか未練はないので、早くメタバースの世界に行きたいなと思ってるんですよね。まあソードアートオンラインみたいなああいう世界はまだまだ来ないんでしょうけれども、1日の時間のほとんどをメタバースの世界 VR ゴーグルで過ごすという時代は遠からず来るんでしょうね。実際今でも1日のうち8割以上をスマホとにらめっこしてるって人はおられると思いますし、昔ですねオンラインゲームにハマっている方ってたくさんいたと思うんですね。でもそういう人たちからしたら、オンラインゲーム MMORPG 等がなどなどが自分の世界であって、現実世界っていうのはまあカロリーを摂取したりとかお風呂に入ったりとか、その程度のサブ的なものだと思うんですよ。ですから将来的にはメタバースの世界がメインで、この現実の世界、トイレに行ったり水分補給したり栄養摂取したり睡眠をとるっていう、この現実世界がサブになる、そういう時代は来ると思うんですよね。で、実際僕はそういう時代になったらですね、もう僕はもう物理世界には正直ほとんど帰ってきたくないですね。もう一日中メタバースの世界にいたいです。ということで、その世界が来るのを今か今かと待ち望んでいるんですが、エアコン代を節約するためにこれから図書館に行こうと思います。ということで、現場からは以上です。